日本語講座。今日は初級レッスン15。まず動詞、動詞、寝ます、寝るんです、寝るんです、寝ますと寝るんです、何が違いますか？寝るんですは何か言いたいことあります、理由があります。今日朝5時に起きました、もう眠いです、だからもう寝るんです、人に言いたいです、もう僕寝るんです。いい形容詞もあります。欲しいです、でも高いんです、買えません、言いたいです、うんです。次、なけよし、元気です、元気です。元気なんです。私、毎日運動しています。だから元気なんです。言いたいです。毎日運動しています。だから元気なんです。名詞。テストです、明日テストです、テストなんです。テストなんです、明日テストなんです、だから今日勉強しなければいけないんです、言いたいです、ね、自分の気持ちを伝えたい、言いたい時にうんです、うんです、使います。ですからこのうんですは文、書き言葉ではなく話し言葉でよく使われます。じゃあ作り方、作り方は、普通形、普通形プラス、うんです。
皆さん普通形を思い出してください。普通形は現在、それから過去もありますね。それから肯定、否定じゃないです、くないですもあります。じゃあ一つずつ見ていきましょう。まず寝ます、寝ます、寝る、寝る、うんです。それから寝ない、寝ない、寝ない、寝ないんです。今日夜遅くから見たいテレビありますから、まだ寝ないんです。理由があります、寝ないんです。次、高い、高いんです。じゃあいい形容詞大丈夫ですか？高くないんです。高くないんです。じゃあ過去、過去、ね、寝ます、過去何ですか？寝たですね、竹、寝たんです。寝た、うんです、寝たんです。じゃあ過去のは寝なかったんです。寝なかった、うんです。じゃあ元気です、元気です。じゃあ元気です、過去は元気だった、元気だったんです。昨日は元気だったんです。じゃあ過去の否定、テスト、テスト、テストじゃなかった、テストじゃなかった。うんです、テストではなかったんです、もういいです。こんな風に普通形ですから、現在も過去も否定も、過去の否定も全部んです、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 使います。ただし現在の
名詞と、な形容詞と名詞だけなが入ってなんです、ね、覚えてください。これは、会話の時によく使います。私の気持ち分かってください、言いたいです、ね、会話の時に使いますから、皆さんもよく勉強してどんどん会話で使ってみてください。はい、じゃあ今日はここまで。バイバイ。また見てね。